床の色をグレーにしたので水垢がとっても目立ちます。すごい綺麗になったような気がします。はい、皆さんこんにちは、キキです。今回はお風呂の前ということで、お風呂の床の汚れ、あの水垢問題なのですが、簡単に水垢を落とす方法を試してみたいと思います。お風呂の動画でいろんな方がコメントいただいて本当に感謝しています。いろいろ試してみたいのですが、サヤが一番試してみたいなと思ったのが、安くてどこにでも売っているこのキッチンマジックリンです。で、なんでキッチンマジックリンなのって、お風呂掃除なのにバスマジックリンじゃないのって思われる方多いと思うんですけれども、理由は2つあります。理由1、皮脂汚れを溶かす成分がお風呂用洗剤よりも強いということ。理由2、石鹸カスを柔らかくして溶かしやすくしてくれるかららしいです。で、私もちょっと詳しいことはわからないんですけれども、水垢はアルカリ性に弱いっていうのは聞いたことがあります。確かに裏を見るとアルカリ性って書いてあります。対してバスマジックリンというのは中性洗剤です。注意なんですけど、我が家は自己責任でやっていて、だからスタンダードも中性洗剤で掃除することを推奨していますし、マジックリン側も使用用途以外は使わないでくださいと書いてあるので、もし真似をしてくださる方がいましたら自己責任ということでよろしくお願いします。それで参考にさせていただいた動画なのですが、こちらです。で、こちらは前と同じグレーの床なんですけれども、プラスチック素材の床になっていて、で、その動画ではすごい綺麗に水垢が落ちていたので、この動画を参考にしようと思いました。ただし我が家の床は磁気タイルなので、同じように綺麗になるかはちょっとやってみないとわからないので、検証してみたいと思います。ではスタート。はい、まずお送りするのは我が家の掃除前の床です。グレーにしたので水垢がとっても目立ちます。これ3日前ぐらいに床を掃除したんですけど、あっという間に水垢が残るようになってしまいます。こんな感じでコーキングのところが特に白くなってしまいます。で、よくこう洗い場のところ、こういうところがやっぱり水垢が残りやすいですね。で、キッチンマジックリン以外の掃除道具を紹介します。こちらはシェリアで購入したものです。床用のスポンジで毛先が細かいものを乾いた状態で使います。で、前も紹介したんですけど、実際こするときに使うのがこちらのケンバロンという商品を使います。で、あとは細かい、コーキングのところとかは使い捨ての歯ブラシを使っていきたいと思っています。はい、では掃除を始めていきます。まず初めにやることは、床が乾いた状態でこすっていくということが大事です。なぜ乾いた状態でやるかと言いますと、汚れの表面に傷をつけて水や洗剤を染み込ませやすくするためです。傷を入れてあげないと汚れの表面に膜が張ってある状態なので、汚れの中に水や洗剤が含みにくくなるので、最初はブラシでしっかりこすってあげることが大事です。はい、ではちょっと早送りしていきますね。簡単に掃除ができるってちょっと最初言いましたが、この時点でちょっと心が折れそうでした。でも頑張ってちょっと水垢を落としたいので頑張ってます。はい、次にぬるま湯をかけていきます。冷水だと皮脂が溶けにくくなるので、ぬるま湯がおすすめです。で、ぬるま湯をかけたら水を含ませた状態で5分待ちます。はい、次はキッチンマジックリンの登場です。キッチンマジックリンとケマロンでこすっていきます。このように何度も同じところをこすっていきます。ケマロンとっても落ちるんですけど、この切っちゃうと指先が結構痛くなりますね。力が入りにくいっていう感じですかね。なので途中から先ほどのシェリアの柔らかい方じゃなくて硬い方の面でこするようにしました。こっちのスポンジの方が握りやすいですし、面積が広いので掃除する範囲が少なくなって、こちらの方が掃除しやすかったです。はい、こすり終わったらぬるま湯でしっかり流していきます。石鹸カスが残ってしまうと逆に白く残ってしまうことがあるので、しっかり流しているか確認します。
はい、流し終わったらついでに排水口のステンレスの受け皿もきれいにしておきます。はい、では最後にしっかり水切りをします。ここで気づいたことがあるんですけど、水で流した後に水はけの具合が汚れてる部分と汚れてない部分では違いました。やはり洗い場の部分は水を弾くような気がします。で、初めの動画でもお伝えしたんですけど、汚れてない状態がこういう風に水たまりがない状態らしいです。なのでまだしっかり汚れは落ちていないかもしれません。はい、掃除後の床です。しっかり2時間乾かしました。どうでしょうか。結構綺麗になっているような気がします。水垢もないですし、綺麗になりましたね。キッチンマジックリン効果ありましたね。ビフォーアフターで見るとこのぐらいの違いです。結構綺麗になりました。でもこの目地の汚れは完璧には落とせなかったですね。特にこういう白いところは頑固ですね。それでこの抗菌後の汚れの悩みは結構もう長いので、今度プロの方に見てもらおうと思っています。そのことについてはまた動画で上げようと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また高評価もいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。